はい、どうも、ともきーです。今回は、レート家のちょっとしたプレゼント。こちら、最終日ということなんで、こちらを全部開けていきたいと思います。はい、それでは15個溜まってるんで、どんどん開けていきたいと思うんですけれども、一応、大当たりとしては、2000枚以上で売れる、ケンタウロスのベルト、シチルのネックレス、あとは、セラフのネックレス、あとはオオクジラの奥歯イヤリングなんか当たると、結構嬉しいんですけども、その辺ですかね、大当たりは。まあ、あとは、まあ普通、1000万以下が結構多いんですけれども、外れは定食料理箱。これ以外を とにかく当てていくしかない。はい、でもこの定食料理箱が多分ですが一番確率が高いと思うんで、できるだけね少なくしたいと思うんですけれども、少なく当たるといいと思うんですけども、はい、それではもうこれはね完全運なんで、はい、それではどんどんやっていきたいと思います。15個多分あっという間に終わると思うんで、連続で開けちゃうとねあっという間に終わると思うんですけども、これ一応ね1個ずつ開けていきたいと思います。はい、それでは行きます。行け、おりゃ、おっしゃったー。もう引き返せない。あー、だよねー、だよねー。なんか、あー、行こう。はい、ではどんどん行きたいと思います。レート家のちょっとしたプレゼント、当てていこう。おりゃ、何が来るかな。あ、クローン石。ああ、まあこれは200万ぐらいなんで、まあ外れではない。はい、それではどんどん行きたいと思います。ただの開封動画なんですが、結構いいの当たることあるんでね、当てていく。おりゃ、あ、違った、こっちだ。おりゃ、来い、2000万以上、なんか来い、なんか当たれ。何これ。あ、これはまだいいっすよ。これね、150万のやつが3つ、450万ぐらい。はい、ではどんどんいきます。やばいな、大丈夫か、なんか当てないと、見せ場作んないとやばいな。いきます。おりゃ、この辺、なんか来い、お願い、なんかアクセサリー系。あ、やべえやべえ、境界石ばっか、料理と境界石しか当たってない。ちょっと待って、いやお、これ連続で俺できない。頼む、お願いします。なんか来て、動画的にやばい、動画的にやばい。あ、やったやった、なんか喜んだ。あ、弁書、オッケー。弁書は、ちょっと待って、弁書いくらだ。これ当たりではないぞ、200万ぐらいだぞ。喜んだけど200万ぐらいだぞ。まあいいや、とりあえずアクセサリーね来たんで、はい、ではどんどんいきます。ぶっちゃけねこっちの方が高いんだけどね、硬い、3つ、硬い3つね。はい、ではどんどんいきます。2000万ぐらいの来い、ケンタウロス、シチル、セラフ、オークリジャー、この辺来い。おりゃ、頼むって。あー、喜んでないもん、もうこの時点でダメじゃん。あ、オオクジラ、あ、これ当たり当たり、2000万、やったー、2000万。あれ、喜んでなかったよね今。まあいいや、やった、とりあえず OK、 とりあえず見せ場できた。これ2000万ぐらいなんですよ。うん、じゃあどんどんいきます。この調子でいっちゃえー。あ、なんかいいの当たったんじゃない。これは何、カドリー守護者のリング。これは、あ、これちょっと微妙だね。500万ぐらいですね。一応ね、相場調べてるんですよ。500万ぐらい。はい、ではどんどんいきまーす。あと8個。何が来るかな?おい!どうだ?あ、これは?これはどうなの?ダメじゃん!あー、くっそ。まあ、尖ったね。一応200万ぐらい。うん、まあまあ。うん、定食はねまだ1個しか出てないんで、そんな悪くないぞ。よーし、ではどんどんいきます。あと7個。おりゃ。なんだ、喜んだけどこの喜び怪しい。古代兵器の核、なんだ、
いくらだ？ちょっと値段、200万ぐらいか。これもまあ、尖ったと一緒ぐらいですね、値段的に。だからね、これ喜んでもね、微妙なんですよ。まあまあ、とりあえず、一応ね、定食が当たんなければとりあえずいいとしようというと、これ硬いとか尖ったじゃない、硬いか、硬いね。150万ですね。よし、ではどんどんいきます。あと5個しかないけどね。2000万以上の当てていく。もう1個来てるんだよ。これいいんじゃない、これいいんじゃないかな。影の証、いくらだ？ 400 万ぐらい。ああ、まあ、外れではないけど、って感じ。まあ。じゃあ、あと4個。いっちゃう。いっちゃうぜ。おりゃ！当たって。当たって。お願い。ああ、記憶の破片。90万ぐらいですね。これはちょっと。まあいいや。とりあえず、まだね、定食1個、記憶の範囲1個なんで、まあこの辺がね、来なければいいんですよね。あと3つ。いきます。どんどん行く。おりゃ、お願い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 しますー。あ、これ、あ、これ OK! これ OK っすよ。尖った3つは、1個200万なんで、600万ぐらいですね。下手なね、アクセサリーより高い。よっしゃ、あと2つ。じゃあもうどんどん行く、どんどん行きます。おりゃ、かも2000万ぐらいの、あっ黒石か。まあ定食ではない。あ、俺定食まだ最初の1回しか当たってない。よし、最後なんか来い、最後来い、見せ場来い、最後に、おりゃ、あ、違う、それ硬いだ。あ、尖ったか。尖っただと、200万ですね。はい、というわけで今回は2000万以上のが大クジラの奥歯イヤリング、これだけだったんですけども、はい、まあ一応定食1個っていうのは良かったですね。定食安いんでね。あとはまあ記憶の破片も1個、まあこの辺は良かったかな。あとはまあ黒石以上が200万以上が結構あって、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。というわけで今回はレート家のちょっとした、贈り物、こちらの開封動画やってきました。また何かね、開封動画あったらやっていくんで、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。